渡辺。今日はチーム N セカンドステージ青春ガールズ公演 DVD が発売です。イエーイ。皆さんぜひぜひチェックしてみてください。奈良県出身19歳の渡辺美雪です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、チーム N セカンドステージの青春ガールズ公演の DVD、 私ももう見ました。皆さん見てくれましたか？イエーイ。イエーイ、ありがとうございます。私な、可愛く映ってたわ。そうやな、ミルキ可愛く映ってたでな、ママの前で言ったらな、あんたそれみんな他の人の前ではそんなこと言ったらあかんねんでって言われた。うん、もう言っちゃったね。でもな、別に自分のことが可愛いと言われても、可愛く映ってたって言ったらそれはいいことや。こんなさ、別に可愛くないのにさ、可愛く映っててくれてありがとうございました。なんで怒ってんの？それお母さんに言ってくれるかな。はい、19歳の愛にゃこと福本愛菜です。よろしくお願いします。イエーイ。さあ始まりました。そうや、なんだ。でもさ、セカンドステージ発売したけど愛菜おらんかってんで、うん、そうや。DVD に。そうやけど愛菜も見たよ。そう、愛菜はね、足痛めてたのでね。そうです、ちょうどその撮影の時にね、代わりにアリーがね、うん、出てくれて、私はその撮影の裏でちゃんと見守ってました。まあでもさ、アイナ、人生まだまだ長いし、これからオリジナル公演もあればさ、もっともっといろんなライブがあるからさ、そんなことでさ、そんなことじゃないかもしれへんで、アイナにしたら。やけど、そんな人生これからもっと長いねんから、そんなことで悩んでるのはな、ちっぽけ。だってな、もっと大変なことで悩んでる人、この世の中にはいるから。せやな。でもアイナ、悩んでるってポロッとも言ってない。アイナ。こんくらい大丈夫、絶対に。わかった。これからもっともっと。そうやな、次に頑張って活かしていくな、ミルキ。うん。ありがとう。ということで、今日も始まりました。NMB48 のてっぺんラジオ。毎週月曜日から水曜日の深夜12時、てっぺんの時間に、アイドル界のてっぺんを目指すために頑張ろうという番組です。パーソナリティは NMB48 から、私、アイニャンこと福本アイナと、ミルキーこと渡辺美雪ちゃんの二人、奈良県出身コンビのナラーズです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。だから、アイナのファンの皆さん、おーおーおー、この青春ガールズ公演の DVD には、アイナが、まあ、悲しいことに映っていません。はい、でも、皆さん、落ち込まないでくださいね。アイナは、その間に足を直しました。だから、次のステップへ、いけるんです。アイナはまだ19歳、もっともっとこれから長い人生が待っている。だからアイナとアイナのファンの皆さん、大丈夫。そうやね、まだまだ先があるから。ありがとう。ミルキ、すごい熱いことはどうしてんやろ今日。じゃあ行こう、コーナー。そうやな、行こうか。はい、じゃあ行くね。うん、分かった。はい。